どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は三神閻魔を使って鬼キングとバトルしてみたいと思います。久しぶり、めちゃくちゃ。奇遇なこともあるものだ。娘の百鬼姫ね。一日一回限定。バトルに勝つとレアなコーンがゲットできるかも。よろしくお願いします。太陽神閻魔もようやくゲットできて、三神閻魔揃えました。太陽神閻魔に時空神閻魔、暗黒神閻魔、強そう。レベル50ちょいだけど、どうかな。必殺技速攻打ってみますか。太陽神閻魔から縦十字、キングの金棒来る。日輪浜エンベードガーン、165のダメージ。鬼キングの必殺技来る。ではでは、時空神閻魔の必殺技いこうかな。頂点無限輪廻、まあ、ニックネームつけるとしたら、時空神閻魔は、時をかける閻魔って感じ。時をかける少女みたいなね。暗黒神は縦一列か。暗黒神閻魔の必殺技もいきまーす。威力どれぐらい？絶門滅亡暗黒砲、183ダメージ。鬼キング HP 半分ぐらいですね、もうすでに。これ大砲当たるっぽい。あ、しかも地面ほら燃えてる。アタックチャンス。何もらえる？神経験値玉3つゲッツ。地面燃えてるよね。太陽神閻魔すごいんだよね。妖術使ったところが燃えるという。これで鬼キングの HP ガンガン減っていくはず。妖怪ブラスター使うまでもなく、雷神の術。あと時空神閻魔、時を止めるんだよね、スキル。あっちゅう間に撃破。強かった、やっぱり。勝利ポーズもそれぞれ違うね、全然。経験値9400。金閣、じゃあ、銀閣のコンっすね。まあ、ぼちぼち。銀閣のコン。いいかけにせるか。姫はお父さんのこと好きなんだよね。強かった。